スーパー戦隊シリーズカイトー戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーカイトー戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャーは2018年2月11日から2019年2月10日までテレビ朝日系列で毎週日曜9時30分10時に前後1話が放送された東映制作の特撮テレビドラマ略称はルパパトキャッチコピーは 正義のアウトロー VS 絶対のヒーロー。スーパー戦隊シリーズ第42作目となる本作品では、義賊として民衆から英雄視される怪盗戦隊ルパンレンジャーと市民の正義と理想の未来のために職務として戦う警察戦隊、パトレンジャーの二つの戦隊が物語冒頭から登場する対立する二つの戦隊を採用している。両戦隊は異世界から現れた。 犯罪集団、ギャングラーという共通の敵がいながら、目的や信念の違いで互いに相入れることのない宿敵として設定されており、時には敵対、時には共闘しつつ、アルセーヌルパンが残した宝物を巡り三つどもへの戦いを繰り広げるという内容になっている。チーフプロデューサーの宇都宮高明は、前作、 宇宙戦隊キュウレンジャーでシリーズに変革を求められていることを感じ、本作品ではまず、モチーフを入れ替えるのではなく、従来のモチーフが違うだけでないように、変化の少ない戦隊のフォーマット自体を崩そうということになり、いくつかの案が出る中で、戦隊 VS 戦隊をフォーマットとすることにした。そのため、対立させやすいモチーフとして、回答と警察が選ばれたといい、キュウレンジャーが、 アーマーチックなアプローチであったため、前々作、動物戦隊、獣王ー同様、シンプルなデザインにすることで、仮面ライダーシリーズとの差別化を図っている。戦隊同士の対立という要素は、スーパー戦隊 VS シリーズが先例として存在しているが、宇都宮は異なる、世界観の対立や共闘を描く同シリーズに対し、本作品では、 同じ世界観に存在する二つの戦隊の対立を描いているため、同シリーズとは異なるものになると述べている。人数編成も5人戦隊 VS5 人戦隊では、多すぎること、戦隊で4人はないことや2人では、戦隊と言い難いことから3人戦隊 VS3 人戦隊となった。両戦隊が共闘するかどうかについても、放送開始前のインタビューの時点では定めておらず、 仮に共闘するとしても、完全に仲間になるわけではないとしている。また、両者の対立軸を人間関係に由来するものではなく、立場によるものとすることで、両者の関係性が良好になっても対立せざるを得ない構造とした。ルパン・レンジャーは怪盗をモチーフとしているが、悪の戦隊ではないため、敵から宝物を取り返す義族として位置づけられており、悪事の要素は、 ギャングラー側に委ねられている。宇都宮は絶対的な正義でありたい、パトレンジャーと絶対的な純粋役のギャングラーに対し、ルパンレンジャーはエゴイスティックな理由で戦う個人的な正義の味方であるとしている。また、メインライターのカムラ順子やメイン監督の杉原、て明は従来の戦隊のイメージである、パトレンジャーに対し、ルパンレンジャーは別の番組のヒーローのようなイメージで、 書いていると述べている。杉原は、ルパンレンジャーの演出にダークヒーローの要素も、加味している。警察モチーフの戦隊はすでに一度、特装戦隊デカレンジャーで描かれており、宇都宮は差別化は意識していないとしているが、カムラは兄弟子に当たる荒川敏久が、同作品のメインライターのため気にかけているという。また、未来戦隊、タイムレンジャーもスタンスが近いとされる。 アクションでは撮影に仮面ライダーの劇場版で使われていた360度カメラを導入しており、従来の作品にはない独特の映像表現が用いられている。また、ルパン・レンジャーの身軽さを表現するため、ワイヤーアクションを多用しているほか、東映作品で初めてジャンプの補助としてエアートラックを導入した。巨大戦では従来より、 CG 描写を増やし、ミニチュアセットも一新するなど、これまでとは異なる画面作りが図られている。また、パイロット監督を務めた杉原照明の趣味を反映して現代的なロボットアニメやコンピュータゲームの要素も取り入れられている。VSB クルのミニチュアは、従来のものより軽量小型化しており、激しいアクションに対応している一方で、 巨大感を出すことに工夫が必要となった。二つの戦隊の対決を軸としたストーリー構成と、それに絡む人間ドラマが高年齢層からも評価され、スーパー戦隊シリーズでは初めて放送批評懇談会によるギャラクシー賞を受賞した。また、脚本家の三谷幸喜は、朝日新聞のコラムで息子に勧められ、付き合いで見ていたのだが、 今は親子ともども、いやむしろ僕の方が夢中になっていると本作品のシナリオを称賛するコメントを載せている。一方で玩具売り上げはかんばしくなく、バンダイの国内売り上げでは、通期60億円となり、21世紀の作品では、最も低い売り上げとなっている。特撮監督の物多様は、CG 主体の巨大戦について、子供たちに響くインパクトではなかったと評しており、自作。 奇死竜戦隊竜ャーではスーツでのアクションを強化する方向へ切り替えている。今から約100年前に活躍した機体の大怪盗、アルセーヌルパンが密かに収集していた秘宝ルパンコレクション。人類を繁栄させることも滅ぼすこともできる力を秘めた、この秘宝が一世界からやってきた犯罪者集団ギャングラーにより強奪された。 ルパンの末裔に使える出事の小暮は、ギャングラーにより、肉親や愛する人、親友を奪われた、矢野一沙織、良い町、闘神、早見初見花をスカウトし、義足集団怪盗戦隊ルパンレンジャーを結成。ルパンコレクションの奪還を依頼された3人は、ギャングラーを相手に怪盗としての戦いを始めた。一方、国際警察も、ルパンレンジャーをマークし、 世間を騒がす泥棒でもある彼らを、ギャングラーもろとも逮捕するべく捜査網を広げていたが、凶悪なギャングラーに対抗する装備を持たない、国際警察は、ルパン・レンジャーの後陣を排する状況が続いていた。しかし、ルパン・レンジャーが変身に使うルパンコレクションの一つ、VS ・チェンジャーと全く同じものを、グスポが入手したことで、浅川桂一郎、ヨ川咲也、明神・司の三人は、 警察戦隊、パトレンジャーに変身する力を得る。こうして、互角の力を持った二つの戦隊は、ギャングラーという共通の敵を持ち、時に共闘しながらも、互いの願いと信念の違いから、相入れることなく、それぞれの目的を持って、三つどもえの争いを繰り広げながら、ルパンコレクションを追い続ける。カイトー戦隊ルパンレンジャー物語開始の一年、前に、 ザミーゴデルマによって、それぞれの大事な人を凍り付けにされて失い、彼らを取り戻すために小暮のスカウトで、ルパンレンジャーとなった3人組の回答。普段は、ビストロジュレの従業員を装っているが、小暮からギャングラーとルパンコレクションの情報を受け取ると、それぞれのカラーの入った、タキシードドレスとシルクハット、マスクを身につけ、怪盗としての行動を開始する。 ルパンレンジャーとして活動する際のルールとして、危機に陥っても、自力で切り抜ける、誰かが志半ばで倒れても、残ったものが必ず目的を達成するという取り決めを交わしている。一方で作業を分担しながら、コレクションを回収するなど高いレベルでのチームプレイを誇る。回答としての活動の際、ギャングラーや国際警察を相手にするとき、 正体が明るみに出ないようにそれぞれのカラーで呼び合うが、三人だけの時は名前で呼び合うこともある。必殺技を繰り出す際は技名を故障しない。名乗りの向上は、ここではコードネームのみであり、戦闘開始時は予告する。あんたのお宝いただくぜ。予告する。お前のお宝いただくぞ。ルパンコレクション回収時はルパンコレクションいただき。 ルパンコレクションはいただいた。勝利後は永遠にアデュー。パトレンジャーを救うために、ゴーシュとの取引で捕まった、ノエルの公開処刑時に、彼を救出するために処刑場に乗り込み、ドグラニオから素顔を明かすことを要求され、正体を明かしたことでついに、パトレンジャーや世間にも知られることとなる。これにより、指名手配されたため、ゴーシュとの戦闘後は行方をくらまし、 小暮に手配してもらった隠れ家に潜伏することになったが、ドグラニオとの戦闘で負傷し、当心と発明家が意識不明の渋滞で身柄を確保され、警察病院に入院した。その後、二人は病室から脱出し、昨夜と司から押収した装備意識を託され、先駆けりと共に、ザミーごとの最終決戦に臨み、ノエルから授かった秘策を使い撃破。 氷付けにされた大切な人を取り戻したが、そのままドグラニオのゴールド金庫に閉じ込められた。しかし1年後、彼らの大切な人たちによって捕まった、ジャックポットストライカーの手引きにより、ゴールド金庫から脱出、最後のコレクションを持ったギャングラー怪人、カーゼミーと戦う慶一郎たちの前に姿を現した。警察戦隊、 パトレンジャー国際特別警察機構日本支部によってギャングラー犯罪に対抗する対策本部として新設された戦力部隊に所属する隊員でタクティカルユニットと英語表記される。もともとは国際警察学校の同期の浅香啓一郎、篠野目悟、病人司の3名で構成されていたが VS チェンジャーやトリガーマシンが装備として支給される前に悟が ギャングラー怪人のゾニック・リーとの戦闘により、重傷を負ったことで、フランス本部に移動しており、彼の後任として一年後輩の日川作也が、補充要員として配属されている。そのため、ゾニックは、慶一郎と司の二人にとっても、因縁の相手であり、ピョードルと対峙した際には、ピョードルが、ゾニックと同族であることをほのめかす発言をしている。変身前後問わず、 名前で呼び合い、昨夜は、目上の二人に対しては、先輩とつけて呼ぶ。勤務中は根治にパーソナルカラーのラインが入った、制服を着用。慶一郎と昨夜は、ズボン、つかさは、ホットパンツとタイツという服装で、右足にホルスターをつけ VS チェンジャーを装備している。名乗りの向上は、ここでは、コードネームのみであり、国際警察の権限において、実力を行使する。 勝利後は任務完了。時には日本の警察と合同で捜査を行うこともある。追加選手国際特別警察機構日本支部の外観として屋外の撮影に使用された東都大学幕張キャンパス1号館国家の枠を超えて世界的に長方期的権限を持って犯罪に対処する警察機関。略称はグスポだが劇中ではほぼ 国際警察と呼ばれている。戦力部隊は特に危険度の高いギャングラーに対しては実力行使することが認められている。つか災枠給料や年金などの福利構成は充実しているらしい。勤務形態には夜勤もある。フランス日本部を持ちパトレンジャーが所属するのは日本支部の戦力部隊。いずれもルパンコレクションの一つでもあり人間でも扱えるように アルセーヌとノエルによってダイヤルやトリガーが加えられマシン型に開発、改造されたものの総称。普段は手のひらサイズに圧縮されておりそのまま携帯用、変身アイテムなどにも使用されるが VS チェンジャーから出されることで本来の姿である巨大マシンとなる。ビークル時とロボ時ではコクピットのコンソールの形状が異なっている。操縦方法は同一なため、 お互いの VS ビークルに乗り込んで操縦することもできる。また、ガバットの犯罪技をもってしても溶かすことができないほどの頑丈さを誇る。ダイヤルファイターとトリガーマシンは、劇中では、レイレイビークルと故障されていたが、第50話でダイヤルファイター、トリガーマシンと呼称されるようになった。共通カラーはオレンジとなっている。 ダイヤルファイタールパンレンジャー専用の飛行機タイプの VS ビークルだが、サイクロンダイヤルファイターはパトレイン1号が登場したり、パトレイン2号が警察ブーストとして使用したほか、マジックダイヤルファイターはサイクロンダイヤルファイターと共にパトレンジャーがギャングラーの金庫を解除する際に使用し、シザーダイヤルファイターブレードダイヤルファイターとビクトリーストライカーはマジックダイヤルファイターと共に ザミーごとの最終戦を目前にパトレンジャーに託している。ナレーションでの故障はレイレイビークル。現場から離脱する際にも使用され、戦闘時には機体上部のダイヤルが回ることでロックが解除されアタックモードに変形する。電子ロックのドアやギャングラーの体にある金庫に貼り付けることで暗証番号を解析し、ロックを自動解除するダイヤル機能も兼ね備えるが、 対応できる暗証番号は3桁のため暗証番号が6桁のステータスゴールドの金庫は2機のダイヤルファイターで解除する必要がある。また通常の鍵穴タイプの扉も解除することが可能。トリガーマシンパトレンジャーに配備され所有している自動車タイプの VS ビークルだったがトリガーマシンバイカーはルパンレッドが登場したほか トリガーマシンスプラッシュは、ルパンレンジャーが所持し、サイレンストライカーは状況に応じて、両陣営が使用するようになり、トリガーマシンクレーントリガーマシンドリルは、トリガーマシンバイカーと一緒に、ザミーゴ対策のためにノエルを介して、ルパンレンジャーの手に渡った。ルパンレンジャー VS パトレンジャー VSQ レンジャーでは、変身用のトリガーマシン3台は、ルパンレンジャーの3人が、 変身用のダイヤルファイターの代わりに使用し、パトレンジャーに変身した。ナレーションでの故障は、ダイヤルファイター同様、零レ零レビークル。機体後部のトリガーが引かれると安全装置が解除され、アタックモードに変形する。終盤、ギャングラー怪人の金庫のロックを初期化、暗証番号を変更する能力を持つことがノエルから、明かされ、その能力を使って、ザミー後の金庫をロックし、 氷結銃攻撃を封印することに成功した。ただし、トリガーマシンも対応できる暗証番号は3桁のため、初期化、変更には、バイカークレーンドリルスプラッシュサイレンストライカーといった4台の変えましょう模様のトリガーマシンが使われた。グッドストライカー字が思ったコレクションを強化する特別なルパンコレクションで、ダイヤルファイターとトリガーマシン双方の性質を合わせ持つ。 VS チェンジャーに装着されることで必殺モードとなり核モードに合わせた必殺技を発動することもできる。自己紹介した際に名前が長いからという理由で初美かがグッティという愛称をつけた。警察側は一貫してグッドストライカーと呼んでいた。性格は自由奔放で戦いの最中にどこからともなくあ,らあれ、その時グッと北た側の戦隊に加勢する。 ただし、ぐっとくるタイミングは気まぐれで、一方の戦隊のロボとして戦闘中に、その合体を勝手に解除し、もう一方の戦隊に合体を流すこともあるほか、一方の戦隊が一人でも、戦線離脱した場合や拒絶した場合は、必然的にもう一方の戦隊に着いたり、自ら率先して、特定の戦隊に手を貸して戦うこともある。気分を無視され無理やり捕まえられるケースもたまにある。 しかし、元は人間の手で使用できるように、ダイヤルとトリガーを取り付け改造された最初のルパンコレクションであり、私のコレクションを頼んだよというアルセーヌルパンの願いを託され、ぐっと来て意志を持つになる。そのためルパンコレクションを守るという役割を担っており、他のコレクションが破壊されることや、コレクションを取り戻す力を持つルパンレンジャーが逮捕されることは、よしとしない。 ノエルとは、窮地の中であるが、一方で小暮れのことを忌避しており、ルパンレッドが彼のことを口にした途端に逃げ出したり、ジュレで彼のことを見た際も逃げ出そうとして、ノエルになだめられていた。また、ノエルが人間ではないことを知っていた。ルパンコレクションの悪い奴らは、発動すると、コレクションの能力の効果を弱体化させるため、バトレン融合が解除された。また、 ノエルが、ゴーシュが、ギャングラーを改造した、実験体の金庫を改造するには、5つの金庫を同時に改造する必要があることに気づいたとき、先がけりが、ルパンレッド分身を使用して、ルパンレンジャーが5つの金庫を同時に改造することを提案したが、先日の理由で却下された。ルパンカイザー及びパトカイザー、グッドクルカイザー VSX の胴体、脚部を構成。合体後には、 中央のコックピットのコンソール部分からダイヤルファイターモードの機種に描かれたコスプレ帽子をかぶった顔のついたマスコット状の姿で現れ、ルパンカイザーの場合にはカイトー帽子、パトカイザーの場合には警察帽子、グッドクルカイザー VSX の場合には王冠をそれぞれかぶっている。もともとは国際特別警察の上層部が VS チェンジャーと共にパトレンジャーに与えた。 支給品であったが、束縛を嫌がって逃げ出し自由の身となった。小暮れ曰く、私たちでも手に負えないくらい扱いが難しいコレクションだという。以来、巨大化した敵を倒した後、ルパンカイザーズは気分は最高。と叫び、パトカイザーズはパトレンジャーをねぎらうのが定番となっている。さらに、合体を解除する際に、ルパンレンジャーの工場を借りて、アデュー。 一口にして去ってゆく。X トレイン X が使用する前、VS ビークルの基本ともなった列車タイプの VS ビークル。4編成とも先頭には、X の文字が施されている。シルバーとゴールドは、通常、ノエルが、X チェンジャーとして所持している。前方用紙、信号用紙、発射用紙、かけろ、かけろ、かけろ、出発、進行。 AX のアナウンスと共に召喚、巨大化した際には、シルバーとゴールドの後部同士を連結した状態で使用されており、ルパン X が操縦する場合は、シルバー側が全部に、パトレン X が操縦する場合には、ゴールド側が全部になり、エネルギー上の半物質レールを発生させ、そのレール上を走行する。また、分離して単独走行することも可能。 必殺技は連結した状態で敵に増幅したエネルギーによる必殺砲撃を浴びせる X ガトリングストライク。ファイヤーとサンダーは通常、ノエルが手のひらサイズに縮小された状態で所持している。巨大化させる際は他の VS ビークル同様 VS チェンジャーを使用する必要があるが、ノエル自身は VS チェンジャーを所持していないため、ルパンレンジャーか パトレンジャーの VS チェンジャーで巨大化してもらう必要がある。スペックグッドストライカーを中心に VS ビークルが合体して完成する2戦隊の巨大ロボ。グッドストライカーが1機しか存在しないため、ジャックポットストライカーが登場するカイトー戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊、パトレンジャー EN フィルム以外でカイトー・警察両方のロボが同時に出現することはなかった。 グッドストライカーの意思で強制的に合体解除が可能。合体時にはコックピットのコンソールが競り上がり、座席の背もたれが変形、バイクポジションからシートポジションに変わり、レバーも横から縦になる。ルパンカイザーグッドストライカーとレッドブルーイエローのダイヤルファイター3機が勝利を奪い取ろうぜ。ノコールと共に回答がタイムした回答ロボ。グッドストライカーの完成。 シパンカイザーのコールと共に合体が完了する。集合コックピットが頭部の奥にあり、3人がコックピットに移動。集合した後、ロボの顔がコックピットを隠すように現れ、替えましょうタイムの際には再び開く。アフターバーナーによる飛行能力によって空中戦が得意。基本武器は右腕のガトリング砲と左腕伸ばずそう。 収束させたアバター上の巨大な VS チェンジャーも使用。必殺技は巨大な VS チェンジャーからエネルギー弾を連射するグッドストライカー連射倒れちまえショット。パトカイザー、グッドストライカーとトリガーマシン1号2号3号の3台が正義をつかみ取ろうぜ。のコールと共に警察がタイムした警察ロボ。完成、パトカイザーの グッドストライカーのコールと三人の掛け声と共に合体が完了する。集合コクピットはルパン・カイザーと同じく東部。地上戦が得意。第27話ではピョードルに騙されたことに気づいて怒りが爆発したパトレン2号が1号の席に座り、なし崩し的に1号が2号の席に座って戦った。基本武器は右腕のロッドと左腕のトリガーキャノン。 必殺際ロットに収束させた膨大なエネルギーをトリガーキャノンに充填させ強力なエネルギー弾を連射するパトカイザー弾丸ストライク。劇場版ではトリガーロットにエネルギーを集中しての攻撃でエルロックを倒している。X エンペラー4編成の X トレインが X 合体して完成する X 専用の回答警察ロボ、X 合体ムのアナウンスとともに シルバーとサンダー、ゴールドとファイヤーが連結しその2編成が X 型に合体し起き上がることで完成する。頭部を収納させて側転し上下を変えることで X エンペラースラッシュと X エンペラーガンナーの2モードに変化する。また戦闘中にモードチェンジする途中で一時的にファイヤーとサンダーを分離しルパンカイザートレインズに乾燥合体させることも可能。 グッドクルカイザー VSX グッドストライカーをコアとして変身用の VS ビークル及び X トレイン4編成が超越 X がタイムした超越形態超越 X がタイムのアナウンスと共に合体しグッドクルカイザー VSX のアナウンスと共に合体が完了する基本的には中央コクピットにルパンレッドパトレイン1号 X が 両腕を操る怪盗コックピットにルパンブルーとイエローが両足を操る警察コックピットにパトレン2号と3号がそれぞれ分譲しているが中央コックピット内でアクシデントがあった場合はグッドストライカーの席変えますのコールとともに中央、怪盗、警察いずれかの2つのコックピットにいる戦隊メンバーの席を入れ替えることが可能。また、 一方の戦隊の要請でこのロボに合体しようとした際はもう一方の戦隊には何も知らせずに合体している。武器はビークルアーム右腕のブレードと左腕のキャノンフレキシブルアームとなる右肩のガトリング砲に左肩の巨大バーズソー、ビークルレック右足のトリガーキャノンに左足の巨大ロッド、背中にガトリング砲を装備。 両肩のアームのブルーイエローの2機のダイヤルファイターを戦況に応じて別の VSB クル2つに換装することで多彩な攻撃を繰り出すことができる。トリガーマシンクレーンドリルとバイカーに換装したストロングバイカーではクレーンのオーダーとバイカーの徴用用攻撃をサイクロンとシザーブレードダイヤルファイターに換装したサイクロンナイトではサイクロンの グッドクル竜巻を起こして、ブレードの連続打ち抜一枚フラッシュを、トリガーマシンスプラッシュとマジックダイヤルファイターに、乾燥した、スプラッシュマジックでは放水攻撃と、鉄球攻撃を繰り出した。必殺技は、VSX 本体から分離した、グッドストライカー以外の VS ビークル10機が、エネルギー上の実態として敵に突撃するグッド、クルカイザービークルラッシュストライクと、 ルパンマグナムに VS ビークル10機の力を合わせて、放つグッドクルカイザービークルバーストマグナム。ルパンマグナムルパンマグナムのダイヤルを回すことで、ダイヤライズ。のアナウンスが流れた後にトリガーを引くことで、回答変形。のアナウンスと共にアンロックが解除され、巨大化、変形した回答ロボ。武器は両腕に搭載されたエネルギー弾を放つ900ミリミニガンで、 両足のホバリング機能による自立行動によってマグナムモードと併用することでルパンカイザーをサポートする。また、金庫に手をかざすことで、核、ダイヤルファイター同様、会場能力を使用可能。必殺技はマグナムモードに変形してルパンカイザーやビクトリールパンカイザーが放つグッドストライカーぶっ放しちまいマグナム。スペック異世界から出現したギャング集団であり、 ルパンレンジャーとパトレンジャー双方にとって共通の敵でもある。各メンバーの体の一部には天気意識の金庫が備え付けられており、幹部は金庫を装飾のある枠にはめている。伊藤はシリーズ初の2000年生まれのレッド役俳優で、本作品が初、主演、工藤はモーニング娘。を卒業間もなくの女優デビュー、奥山も本作品が女優デビュー作である。 小暮役の音水は、プロデューサーの宇都宮高明がファンであること、ヒルトップ役の愛イクヌは、国際特別警察機構の国際的な部分を表現するため、それぞれ起用された。音水には、以前にもオファーをかけていたが、スケジュールが合わなかったため、出演できなかった。ドグラニオ役の宮本光と豪主役の武田彩奈は、本作品が特撮作品初出演であり、 タケたちは悪役を演じるのも初である。デストラ役の上田裕二は、特装ロボジャンパーソン以来の東映特撮作品への参加であったが、オファーを受けたのは収録の3日前であったという。長年巨大ロボのスーツアクターを担当していた、草賀秀明が本作品を持って優退。今後は後進の育成と俳優業に専念する。ルパン X、パトレン X 役の伊藤茂樹は、 本作品で初めてヒーロー役のレギュラーを担当した。デストラ役の藤田洋平も、スーパー戦隊シリーズで初めて敵幹部をレギュラーで演じた。例年であれば、終盤になると新番組の撮影のために、主要メンバーが抜けざるを得なくなるのだが、本作品の場合は次回作、騎士竜戦隊、竜ソージャ者との間に、4週連続スペシャルスーパー戦隊最強バトル、があったため、 主要メンバーが最後まで各人の役を演じることができた。東映側チーフプロデューサーの宇都宮高明とメインライターの神楽ら子は共に動物戦隊獣王ジャー以来の登板。神むは獣王ジャーの企画案の一つが回答者であったことから起用された。同じく獣王ジャーより監督ローテーションに参加している杉原照明が初のパイロット監督を務める。 宇都宮は杉原を起用した理由についてシリーズの変革を目指すため新しい監督であれば変化をもたらしてくれるであろう存在であることを挙げている。宇都宮の意向によりローテーション監督は杉原、中澤翔二郎、加藤博之の3人で構成され映画の殺入に伴い渡辺克也が加わった。中澤は 途中で仮面ライダーオを参加のため一時離脱している。加藤は v s 級レンジャー撮影のため第34話を最後に離脱した。また本作品で上監督を務めた葉山光一郎がスピンオフ作品の監督を経て第47話でテレビシリーズの監督を初担当した。サブライターはカムラの兄弟子にあたる荒川俊久と 東映所属の金子香織が務めていたが、荒川が多忙のため離脱し、代わって山和屋明が参加した。山和屋の担当会は飛び道具的なインパクトが強いと評されており、山和屋自身もそういう系統の話をやるために起用されたものと理解している。音楽担当の高木雄は、スーパー戦隊シリーズでは、侍戦隊新賢者以来の起用となる。演奏は、 ボーカロイドやアニソンのビッグバンドアレンジを中心に活動しているローランジャスのメンバーが担当している。キャラクターデザインは前作宇宙戦隊キュウレンジャーから引き続き漫画家のヒサ・マサトが担当する。同じく前作から参加の渋谷亮介も怪人やルパンコレクションのデザインを一部手掛けた。オープニング映像でのザミーゴ登場シーンの背景マット側。 別作品参加のため日本映像クリエイティブを訪れていた飯塚貞夫が手掛けた。スーツアクター同様、終盤になると新番組の撮影のために、スタッフが抜けざるを得なくなるのだが、本作品の場合は次回作、騎士竜戦隊、竜ソージャーとの間に、4週連続スペシャルスーパー戦隊最強バトルがあったため、最後までアクション監督の福沢博文をはじめとして、 オリジナルのスタッフが担当した。本作品ではエンディングテーマが存在せず、その都合上番組連動データ放送もエンディングと連動する形式ではなく、列車戦隊特急ジャー以前の番組連動データ放送と同様の仕様に変更されている。監督の加藤博之はエンディングがない分、ロボ戦が長くなってもドラマを描くことができたと述べている。劇ともでは、 ルパンレンジャー関連の音楽は、ジャズ調、パトレンジャー関連の音楽は打ち込み主体となっており、各戦隊のテーマ曲も、それぞれ同様のアレンジとしている。前年まで恒例となっていた、スーパー戦隊祭が、初版の事情により2018年は制作されなかった、都合上、同シリーズにおける、テレビシリーズ放送開始前の先行登場も、本作品では行われていない。詳細は、 当該項目を参照。ありがとうございます。